いつもロペラ用ショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年式 BMW528i ラグジュアリーをご紹介させていただきます。まず外装面の状態ですがフロントに下すりフロントに飛び石フロントに線傷 左サイドステップに線傷キズ。リアバンパーに線傷キズ。右フロントドアエッジにキズがございます。走行距離約1万1000キロ走ったお車です。ボディカラーはフローズンダークブルー。インテリアはカシミヤベージュレザーとなります。 BMW が目指す駆け抜ける喜びを感じることのできる走行性能に加えて特別オーダーシステムインディビジュアルオプションにて内外装ともに特別な仕上がりとなりました 528i ラグジュアリーでございますマットカラーにベージュレザーウッドインテリアに便利機能満載とおすすめの一台となりますエンジンスペックに関しましては2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載最高出力 245馬力を発揮します。ヘッドライトには LED が採用されており、夜間走行時の視認性も高く、安全にお乗りいただけます。アルミホイールは19インチアルミホイールを装備しております。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は電動での開閉となります。スーツケースが収納できる十分なスペースを確保。後部座席を倒すことで長いお荷物にも対応でき、 利便性に優れております。続きまして、インテリアのご紹介です。インテリアは、カシミヤベージュレザーとなります。運転席、助手席、ともに若干の使用感がありますが、大きな破れ、擦れがなく、良好な状態を保っております。ステアリングは、3本スポークの、ウッドコンビステアリングを採用しております。アダプティブクルーズコントロールを装着しておりますので、任意で速度設定を行い、サポート機能によって長距離運転など、 快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションは純正、HDD ナビゲーションを装備。バックカメラを装備しておりますので、バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。シフトに関しては、8速のオートマチックシフトを採用。センターのスイッチにて複数のモードを選択することが可能となります。フロント両席にはシートヒーターを装備しております。後部座席に関しては、 シートのシワなど目立つ使用感はなく、シートヒーターを装備しておりますので、後部座席の方も快適にお過ごしいただけます。今回は2014年式 BMW528i ラグジュアリーをご紹介させていただきました。ダークブルーのマットボディにベージュレザー、ウッドインテリアと高級感かつ特別な印象を与える1台 528i ラグジュアリーでございます。見た目はもちろんながら快適な室内空間で、 スポーティな走行性能に定評のある BMW ならではの刺激的なドライブをぜひお楽しみください。お探しの方はお早めにご検討いただき、お気軽にお問い合わせ、ご来店、お待ち申し上げております。よろしくお願いします。